ございます。今日は、ランドルミーティングに向けて、ウィルを磨いていきたいと思います。わー、ちょっと今汚れてる状態を取ってもらいたいと思います。この状態で、だいぶくすんでます。汚れてるので全体的に磨いていきたいと思います。それでは材料の紹介です。本日朝から、ダイソーに行ってきました。ダイソーで購入したものは、まず手が荒れないための手袋、そしてマイクロファイバーと、ダイソーさんで売っている水だけで汚れを落とす激落ちくんです。あとスポンジで、持ちやすい形状のスポンジだったり、キッチンペーパー、ホワイトダイヤモンド、手洗い OK 増えると、あと、浴槽に使えるお風呂の洗剤になってます。はい、まず手袋をしてもらって一回洗いたいと思います。お風呂の洗剤が一番おすすめなんで、これで洗って下地を作ります。鉄粉とかホコリで傷がつかないようにする作業です。じゃあ続いて、バディクリームみたいなバス用のやつで洗った後に、続いてハイトネイル、女性用洗剤全力クリーナーですね。これ結構激薬で、日焼けちゃって見にくいんですけど、ハイトネイルって言います。これを6倍に水と薄めていただいて、これ激薬なんでちょっとめちゃめちゃスピーディーにいきます。わーお。ではいきます。染み込ませていただいて、さーっと流れるような感じで全体的にもう跡ついちゃうんでね、スピーディーにいきます。で続いてホワイトダイヤモンド、わーお。これでそして、すぐにバス用洗剤で洗います。今度はマイクロファイバーで拭いていきます。今度マイクロファイバーで拭き上げていきます。ホワイトダイヤモンドと、スポンジだったりフェルトだったりキッチンペーパーなど使って磨いていきました。最後は拭き上げて清掃です。気になって見えるかな。ジェイさんに手伝っていただいている作業中です。日本語がおかしいんですけど、さあ本日の動画ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。分かりにくいところをコメント欄でお答えいたします。綺麗になったと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。